明日、明けですね、私。はい。楽しみにしています。明日はね、4部お昼頃らしいです。 はい、ちょっとやっぱり前髪の調子が変だな。ええ、ありがとう。ありがとうございます。4、5、6部です。はい。なんか珍しい。お昼。いつも朝からだよね、私、基本。本当にね、なんかショールームっていうかね、明日で握手券使い切るから悔いが残らない、楽しみます。楽しみましょう。ありがとう。アイスの実入ってる子いた？すごい。同じ？ すごい。緊張します。お。もうなんか、もう全然緊張して、もうリラックス。もうリラックスしてください。緊張する？しなくて大丈夫だよ。 もう全然、もう全然、もう、はい。 全然、もう、
パリ来ちゃったで緊張ほぐさせましょう。それで、あざとい2ショットのおすすめポーズは、おすすめポーズは、なんだろう、ドヤハート、こういうのもやってる。あとはなんだろう。そんな感じ。ニカルン喋ってっていうダメ出しが来ました。ごめん。みんなにも、みんなもできる。できる。誰も見てない。誰も見てない。花束ありがとうございます。ちょっと待って、私ギフト読んでないかった。じゃあちょっと逆から読むね、こう読むねはい、ビターチョコレートありがとうございます。マグマグ、おいしい、ありがとうございます。高そうなイチゴありがとうございます。マグマグ、おいしい、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ハピネスでもいいよ、ありがとうございます。あ、
マグマグマグ。おいしい。ありがとうございます。もう一個。いちご。マグマグマグ。おいしい。ありがとうございます。レインボーのスター。ありがとうございます。たこ焼き30個入りました。ありがとうございます。マグマグ。おいしい。ありがとうございます。ハピネスでもいいよ。ありがとう。ビターチョコレート。ありがとうございます。高そうないちご。マグマグ。おいしい。ありがとうございます。マグマグ。おいしい。ありがとうございます。いちご。ありがとうございます。また後ほど読まさせていただきます。ありがとうございます。いちごっていつまでなんだろうね。 バレンタインまでとかかな。ちょっと毎回恥ずかしいんよね。途中で恥ずかしがってない？やばれてる。 いやー、いや、みんなにね、感謝を込めて、はい。待って、2月ずっとあるの？これ？おお。ああ、明日美味しいポーズいっぱいだろうな。ああ、それもありですね。全然もぐもぐしてないよ。うん。ああ、顔が全然、確かに隠れちゃいますね。18日。もう18日。ありがとうございます。いや、何月からだけどって。1月はずっとドボン言ってましたね。今日の私ちょっとやばいよ、顔。
え、本当ですか？え、全然大丈夫。え、そうなのかな？ やっぱ自分の顔、自分はやっぱ自分だからか。わかんないです。優しいね、皆さん。ありがとうございます。髪の調子。あ、髪？髪の毛？あ、そうです。調子いいです。めっちゃ調子いいです。本当に最近は、ヘアアイロンとかね、やってないからね。ほとんど。前行ったりとかしてないので、全然、美容室行ってからずっと髪の毛は潤ってます。すごいツルツルって。ですね。でも前髪がね、調子悪い。いつもそう。配信の時にいつも思います。ああ、調子悪い前髪だな。今日もパウダーファンデーション。お母さんに肌真っ白すぎるって言われた。じゃあなんか、そのファンデーション塗ると本当にワントーン。結構これは、白くないですか？この、何？手の色と比べるとわかると思う。この、わかります？ちょっとこっちの肌の方、顔の方が白い。みたいな。あ、でも光のあれによるのかな？なんかでも、まあ、ちょっとね、色が違う。でも白い、でも手って結構日焼けしますよね。本当に。手は結構大事ですよね。ここやっぱ。もう3月頃から結構もう紫外線とかね、強くなってくるらしいので、日焼け止めは今年もちゃんと塗って、そうだね。でもちゃんと日光にはね、日光浴びて、私、日焼け止めって言ったのに、日焼け止めって聞こえたの。おかしい、それは。何？ みんなさ、いじり始めたよね。
違うよ。に日焼け止め。いやでも、にやけ止めがあったら、もしね、にやけ止めがあったら、いや、いいですね。私、もう結構笑うとにやけ顔なので。もうなんかもう、思ったこととか顔に出ない。いや まあ、それは難しいんだけど、すぐ顔に出ちゃうから、私は。でもさ、その顔に出ない表情っていうか、思ったこととか出ない人もいるじゃないですか。羨ましいと思う。ちょっとね、憧れてか自分にはできないからさ、やっぱ持ってないものをさ、本当ににやけるんです。にやけちゃう。にやけちゃう。あ、でもヘアゴム持ってない。あ、でもなんか変ですね なんか変だ。いや、なんかちょっとやっぱりメイクさんにね、メイクさんに髪の毛結んでいただいた方がすごいやっぱ綺麗にできますね。ちょっとアホ毛が出てくる。低めに結ぼうかな。お団子にした。お団子。低めの。お団子。見える。ニャハニャハしてください。
確かここのショールームにコメント設定してるので圧。ありがとうございます。あ、嬉しい。顔もスッキリした。え、嬉しいです。ありがとうございます。でも私、基本ライブとか、ライブ？公演とかね、そう。確かに。結ぶこと多いですね。顔周りスッキリ。いや、私は思うんですよ。自分の輪郭は、自分の頭の形もそうだけど、なんか結んだ方が、スッキリする。から、そうですね。いつもライブとか、もし下ろすってなっても、ハーフアップとか、編み込みとかでここら辺スッキリさせて、るね。嬉しい。いや、でも本当にやっぱこれあれですよ、やっぱり10年やってきて気づいたことなんですよ、活動。髪型もそうだし、研究生の頃は髪の毛のアレンジとか巻き髪もそうダメだったし、なんか重かったよね昔。もうあの公式写真のままの髪型を毎回ずっとやるっていう。でそうだね。その2年ぐらい、まあ、約2年ですね。約2年は本当髪型はずっと固定でしたね。で、それから、パッツン時代、髪型？前髪パッツン時代っていうか、まあ、みんなパッツンでしたね、あの時代。重めの前髪みたいな流行ってて。で、そう。結構前髪みんな重くしてました。量があります。今は隙間というかね、そう軽くしてるんですけど、まあ、それもね、ありましたよね。流行りみたいな。で、まあ昇格してからはずっとポニーテールが多かった気がする。チーム A に昇格した時はずっとポニーテールでした、ほとんど。だからね、そう、メイクさんとかにも、昔は、そう、ポニーテール多かったよね、みたいな。そうですね。
ずーっとポニーテールでした。そう、ファンの方がね、みんなポニーテールいいねって言ってくれ。で、一回髪の毛短くしたんでしたっけ？その頃ぐらいから。あれはちょっと失敗だったなって思うんですけど。まあ、いろいろね、挑戦できたので。え、ショートルの最強？本当に？本当ですか？ いや、多分あの時のショートは前髪が重かった。もっとなんか、私多分重いよりもすいた方が、毛先っていうかもともと髪質も柔らかい方なので、なんだろうな。重いのもいいかもしれないけど、私多分ね、軽い感じの方が多分合うと思うんだよね。なんかふんわり感みたいな。なんて言ったらいいんだろう。っていうのも自分で思う。外跳ねとか。そうなんですよ。まあ、髪色も黒いから、やっぱ量が多くなると重く見えちゃうので、そうだね。髪は黒いからね。ふんわりさせた方が重くは見えないかなっていう。もう10年やってきた中で研究した結果です。そうですね。だから今、さっきストレートヘアだったんですけど、ストレートも結構やっぱ重く見えちゃうので、まあオンライン話し会の時とかこう、外跳ねにしたりとか。ふんわり感を出すようにはしてますね。染めてみたいですね。でもね、なかなか。明日の髪型は、外跳ね。外跳ねが一番いい。巻き髪も好きなんですけど、なんか輪郭と相性合わないなっていうのに最近気づいて。なんかここら辺がぼわってしちゃう。なんか、こう、何？ここの、なんて言ったらいいんだろう。こうじゃなくて、こう、毛先ら辺がほわんって、こう、ふんわり感出した方が、なんかバランスが良い気がして。ストレート風の外跳ね。まだ髪切りたいですね。髪の毛の、あ、横ここ？すっきり、まっすぐにしたい。あ、そうですね。巻いてる時もあったんですけど、なんか巻くとやっぱり顔がね、大きく見えるんですよね、私。なんでだろう。わからない、私だけがな。でもね、やっぱストレートの方が落ち着くの、ずーっと。いや、本当に、そう思うんです。私は。
めっちゃ受けました。え、嬉しい。いやー、もう嬉しいですね。それは本当に思いました。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。どうしよう、にやけちゃう。どうしたらいい？どうしたらいいんだろうね。なんでこんなににやけちゃうんだろう。困っちゃう。でもここ1、2年？ 1 年？去年もそうだけど、全然目変わってないです。でも定期的に肌の手入れはしに行ってます。何こういう お手入れっていうか、肌の奥の何筋肉、表情筋みたいなのを鍛えてくれるところ、それやってから顔がちっちゃくなりましたねってメンバーにも気づいてもらえて あ、嬉しいって、それが一番嬉しかったですね。そう、パオはちょっと今できないんですけど、ちょ、パオじゃないんですけど なんか、そう、別に何もそういうこと言ってないのに、顔ちっちゃくなりましたね。嬉しい。確かに私は結構美容オタクで、美容針とかもね、行ってました。あと、小顔矯正も行ってましたし、いろいろね、いろいろ経験して、体験して、そうですね。でも最近は、ずっと、あれですね。肌の奥まで、こう、ビリビリみたいな。ビリビリ それをずっともうやってますね。半年ぐらい。毎月。それはずっとするね。筋肉だね。筋肉にこう。来るね。
それは定期的にやってますね。それぐらいかな。なんかそういうケア。あと整体は毎月行くようにはしてますね。やっぱ何この支えるところ骨盤が一番大事らしくてね。でも本当に体の重みっていうものがなくなりましたね。ずっと整体通って、やっぱ整えてもらうとね、体が本当に軽くなるんですよ。だからダンスの時とかも、なんかこんなに腕動いたっけとか、そう。いや、本当に昔本当に猫背だったんですよ、私。でも最近は本当姿勢良くなったねっていうか、もう猫背じゃなくなった。いや、もう性格がもう猫背だったよね。性格がもう猫背に出てたよね。昔すぐ何かあったら謝る人間でした。もう気ぃ使うんだよみたいな。もうずっと、もう 言いたいことわかるかな。いや、本当に昔ネガティブだったし、自信なさすぎたし、それがもうすぐやっぱりね、姿勢に出ちゃうんですよね。で、いつもダンスの練習、レッスンとかあるときに、ダンスの先生がもう直接私のところに来て、こうやってもう、何？もう背中を支えられて、こうやって姿勢してって。もう猫背なのがもうやっぱりもう、自分では気づかなかったんですよ。こう、まっすぐ立ってるつもりだったんだけど。もう先生がもう直接もう直しに来るくらい私本当にひどかったんですよ、猫背が。今はそういうこととかもね、なくなりました。言われたりとか、何もなくなったので、あ、猫背って治るんだと思って。だから整体行って治りましたね。あと、まあ自分の性格というか、自信がついたっていうんですかね。やっぱりもう自分を好きでいることが一番の、一番ですね。だからそうだね。毎日本当に一つでもね、好きなことだったり、楽しめることがある、まあそれだけでも幸せです。 みんなそれぞれ物語ですよ。
なんか。どうしたっていう人もいれば、かっこいいこと言うね。いやーでも今日はちょっと性格が猫背っていうのが結構パワードだったらしくて、今日は名言でしたね。どっちの名言か。でも本当に自分を好きになれたことは大きいことだなと思いました。昔は本当に持ってないものに、自分が持っていないものとか比べがちだったんですけど、努力して、自分でね、努力していけば少しでもそれに追いつくと思いますし、追いつくというか、気づきだったり、まあ気づけたことは大きいことですよね。でもね、猫背ではなくなりました。本当に。猫背からの卒業。強いですね。進化しかし、ありがとう。確かに猫背には卒業したけど、猫になったね、今は。いや、猫じゃないけど、なんかそう、ね、猫。猫化した。やばい、名言きた。あと5分。読めてなかった。どこだっけ？あった。では、ギフトを読んでいきたいと思います。マグマグ、おいしい。マグマグ、おいしい。
アピールするもいいよ。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。溶けたアイスクリーム、ありがとうございます。アイスのみ、ハートありがとうございます。かわいい、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 ありがとうございます。こんなにたくさんかわいい待って、何の時だっけかわいいって、何の時だっけかわいい、あ、結んでる時か。すごいかわいいをたくさん。あ、レインボーありがとうございます。金のなんかあれ、ありがとうございます。まぐまぐ、おいしい、ありがとうございます。かわいい、かわいい、かわいい、ありがとうございます。めっちゃかわいいありがとうございます。似合う、あ、これか、やっぱりこのことだよね、多分髪の毛。尊い、ありがとうございます。拍手ありがとうございます。まぐまぐ、おいしい、ありがとうございます。ビターチョコレートありがとうございます。拍手ありがとうございます。 HP ありがとうございます。回復したしやした、した。あ、だるまありがとうございます。アイスのみ、ハートありがとうございます。マグマグ、おいしい、ありがとうございます。ハピネスもいいよ、ありがとう。マグマグ、おいしい、ありがとうございます。花束ありがとうございます。もう一つ花束ありがとうございます。はい。あ、アンビネスでもいいわ。ありがとうございます。拍手。ありがとうございます。かわいい、かわいい。ありがとうございます。マグマグ、おいしい。ありがとうございます。金のなんかあれ、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。金のなんかあれ、ありがとうございます。マグマグ、おいしい、ありがとうございます。アイスのみ、ハートありがとうございます。たこ焼き1個入りました。ヌンヌン、ゆかるん、ありがとうございます。はい、噛んじゃったはい、それでは皆さん、もう間もなくですね。はい、今日も楽しかったです。はいダメだ、今日はずっとにやけた気がするな。それではまた明日、オンライン話し会お待ちしてます。ショールームの皆さんも明日またお話ししましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。明日も頑張ろうね。バイバイ、おやすみなさい。